こんにちは、億万長者合宿ご覧の皆様。もうね、今回はですね、信じるっていう言葉に対してちょっとメッセージを送ろうと思いますよね。例えばね、信じてたのに裏切られるってのはどういうことかなってことなんですよ。でこれはですね、まあお金に例えるとすごく分かりやすいんですけども、まあ A さんっていうのを信じて、付き合いが長いし、もう気も触れ合ってるし、いろんなことがあったから A さんっていうのを信じて、 A さんが困ってる時に例えばね、100万円貸すとするじゃないですか。100万円貸すのはいいんですよ、信じてるからね。でもですよ、貸すオンリーではダメなんですよ。貸した上でこれが返せなくなったらどうするっていう風なね、そのリスクヘッジもしておかないとダメですよね。だってその A さんを信じてるんだったら当然返せるだろうから、むちゃくちゃな条件つけても OK ってことなんですよ。返せなかったら君の中指を切って僕にくれないっていう風なことも、絶対返すんだからそんなこと起きないけどねっていう風な話につながるんですよ。だからある意味ね、信じてないんですよ。返ってこないかもしれないから、だから100万貸してそのためのリスクヘッジをしてないんですよね。で、あの担保を取るとか保証人を取るとかってことも、お金を貸すんだったら当然ですけどもすればいいと思うんですよ。それは信じてるから担保を取るし、信じてるから保証人を取るんですよ。信じてるからこそ約束を破った時にむちゃくちゃきつい刑罰を与えておいても心が痛まないんですよ。だってそんな刑罰必要ないぐらい、無効化されるぐらい絶対に返ってくるでしょっていう信頼関係だからですよね。だから信じてないからきつい条件つけられないんですよ。私はそういうふうに思いますね。あとね、やっぱりお金が返ってこない人に言いますけども、その吉谷さんも言われてましたけども、300万貸して300万返ってこなくてとんずらされたってことは、値段が300万でつけられたってことなんですよ。もう逃げちゃえって感じですよね。でも300万じゃ取り返しがつかないぐらい大きな価値を自分に感じてもらえてたら、300万が払えないにしても連絡をしたりね、今2万しかないんだけどすいませんって感じで一部でも払おうとするはずなんですよ。私は2016年にある人にですね、お金を貸してました。で3年経った今でも毎月500円とか1500円とかね、こういうの入金されてくるんですよ。私はその人を信じて担保を取って、そしてですね、なんですかね、お金がまとまった金額返せなくてもいいよと。でも500円、1000円なら返せるでしょ、こちらから請求しないけど、それによってね、今日は昼食を我慢して500円浮かしたんで500円返します、その積み重ねで、通常ね、一発でドカンと返すよりも、私はそういう人を信頼するけどなってこととかね、他にもちょっと条件取ったんですけども、そしたらね、やっぱりね、1週間に1回とか2週間に1回なんですけども、本当にね、500円とか7000円とかね、こういったものが不規則に振り込まれてくるんですよ。多分3年かかっても全然払えてないんで、でも1ヶ月以上間を空けたことはないですね。で払えない時でも、久保さん今月はちょっときついんで、来月にまとめて払うようにしていいですかって連絡ありますね。これはだからお金は全然返せてないけども、信頼を担保する非常にね、素晴らしい方法だと思いますし、こういうことが速稼塾のカリキュラムに入ってるわけですよ。それをそのカリキュラムを本当に実行してくれて私は嬉しいなと思ってますね。であとはね、お金を貸す時に、あ、いいよ貸そうかと同時にですね、じゃあこのお金を私があなたに貸す時に、あなたは私に何してくれますっていうふうにね、お話しますよね。ただ貸すだけじゃないんですよ、だからね、私から稼いでみろって感じですよね。お金貸してくださいっていうだけでは貸さないかなと思います。じゃあ私からお金をね、引き出すためにあなたはこれから何するんですかってことなんですよ。どんな私に価値を与えて、その価値に見合ったお金を借りようとしてるのかってことですよ。だからこういう思考が足りてないんじゃないかなと思います、多くの方に。お金を貸すっていうのは、私は私から稼げっていう感覚ですよね。で例えば100万円を私から借りようとするんだったら、何かパフォーマンスをやるとか、トンチをやるとかね、面白い話を聞かせるとか、私のためになんかね、奉仕するかなんか分かんないですよ。でもそれをして、本当困ったなと、お前面白いから、じゃあお金40万貸してあげるよって、100万はちょっと貸せないけど、今のやってることだったら、まあ40万ぐらいじゃないの、40万貸してあげるみたいな話はしますよね。でその40万もきっちり返してもらうために算段を打ちますけども、そういうふうにして人を信頼しているからこそ、お金を貸す人に期待して、ただ借りるだけじゃなくて何かやってくれるでしょっていうような形でね、私は対等に見てますよね。これがないと、お金を借りる人が格が下で、お金を貸す人の方が偉いみたいな形になっちゃうんですよ。そうではないと思いますね。私はね、お金を貸すとか借りるとかっていうのは結構得意なんですよ。お金借りるのも得意です、むちゃくちゃ借りるのも。お金を借りるのも得意なら、お金を貸すのも得意なんで、私が貸さない人っていうのは、別に私はこの人と付き合いたくないなと思ったら貸しませんねだからね、やっぱりお金を貸してくださいって言われるのは全然へっちゃらなんですけども、あまりにも単なる貸してくださいっていう人はね、もうそれからの付き合いがなくなる可能性もありますね。でもやっぱり
私に貸したくなるような動機を与えてくれる人、知恵を使う人っていうのは、まあ貸しますね。あげたりもしますけども、大体貸しますね。まあそんな感じですよね。あの、信用するのとリスクヘッジは、まあ同時にやってくださいと。信じているけども、だからこそ、信じているからこそ、それが破られた時にきつい条件を与えても、全く心が痛まないっていう精神じゃないと、お金を人に貸すスキルがないというふうに私は考えますけどもね。いかがでしょうか。では、いってらっしゃい。